はい、朝のスピーチャー TV 始めてまいりたいと思います。今日はですね、1月21日ということで、今日はちょっと遅くなっちゃったんですけど、私の都合ですね。今日はサンディさんがですね、来ていただいております。今日もよろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。サンディさんは、白川蓮田、どっちですかね。蓮田ですね。埼玉県蓮田市に住んでらっしゃるということでね、私がちょうど埼玉県の北本市ということで、ちょうど同じ埼玉なんで、多分あんまり天気同じだと思うんですよね。はい、今日いい感じの天気になってると思うんですけどね、よろしくお願いいたします。お願いします。本当朝日今日綺麗でしたね。はい、ね、はい、ということで今日のテーマはハートで生きるということで、していただけるということで、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ハートで生きる、これは皆さんのやっぱりすごく興味あるテーマではないかなと思うんですけどね。はい、そうですね。なんかこうやっぱりいろいろこう皆さんこう生きていくにあたってでもいいんですけど、スピリチュアルなことを探求するにあたってでもいいですけど、いろいろこう、頭で考えたり、あと、いろんなことを感じたことをこうに従ったり、いろいろやってらっしゃると思うんですけど、ハートっていう言い方をしてる、ハートって何なのって話なんですけど、ハートっていうのは、本当の自分自身っていうふうに捉えていただけたらいいかなというふうに思います。なかなかこう普通の人がこのハートでこう、ね、生きるって言っても、エゴとハートがよくわからないっていう方が多いんじゃないかなと思うんですけど、そこはいかがなんでしょうかね。本当でもそうですよね。それもあまり難しいことではなくって、はい、例えばこの世界に生まれてきていろいろな経験を私たちすると思うんですけど、そのスピリチュアルのことに関心、スピリチュアルっていうような言葉に関心あってもなくても、いろんなことをしていく中でこれは本当に心地いいというか、その時に一瞬気分がいいっていうわけではなくって、はい、深いところからそれで正しいなと思えるというか、それでいいんだっていうふうに思えるっていう体験で皆さんされてると思うんですね。で、常にできるだけそういうことを選択していくっていうことをやることによって、その難しいテクニックとかを使わなくても、その自分自身のこれでいいんだって深いところで思える、その安らぎとともにある確信というか、そういったものに従うことをしていただくってことがやっぱり大事だなと思いますね。で、それはその何かのテクニックですぐにできるようになるとかではなくって、私たちが歩き方を覚えたように、本当にそれ、その心地いい、ちゃんとそれでいいんだと思える感覚 を得られるようなことを選択していくってことを、繰り返しやっていくことしかないなというふうに思いますし、ただそのいろいろなスピリチュアルなエクササイズとか、その瞑想は全て役に立つと思いますので、もちろんそういうのもやっていただけるといいかなと思いますね。今の人はその歩くことを忘れてしまってるというか、どういうハートとそのハートで生きるってことが忘れられちゃってるということでもあるんですかね。そうですよね。いろいろ、例えばこの今スカイプで放送しているのもそうですけど、ネットなんかでネットとかを見てたりする時間とかも割と長いと思うので、リアルなところで練習する場が減っちゃってるっていうのも実際あるとは思うんですよね。それが悪いとかじゃなくて、なので実際に人に触れたりとか、別にネット上でもやり取りしててね、失礼なこと書いちゃって、怒られちゃったとかっていうことで学ぶっていうのもあるとは思うんですけど、実際の例えばスピリチュアルな方も本当に今増えてきてると思うんですけど、そういうものを読んでよしあしっていうのを考えたりするだけじゃなくて、実際の生活の中でそれをやってみて、それでなんていうかね、試していただくっていうのが大事かなと思いますね。はい、なるほどね。できちゃえば、こんなもんだったんだっていう感じなんですかね。そうですよね。不思議なことに、その完全にハートに従うことができると、要するに意識っていうのも完全に自由になって拡大するので、ありとあらゆることが要するに下脱っていう状態ですよね。はい、そうかっていう中で毎日自然に宇宙と共に生きることができるようになるはずなんですけれども、で最初はちゃんと宇宙と調和できる時もあればできない時もあるっていう形でやっていくのが人生の面白さでもあるので、完全にハートに生きないといけないってわけじゃないんですけど、せっかくスピリチュアルなことに関心を持っていらっしゃるんであれば、そのハートで生きるってことの心地よさとか、そのハートで生きるってことを身につけるために日々
試してみるっていうのはすごくいいことだと思いますね。うん、なるほどね。視聴者の方ね。あ、小泉さん、はい、いいですか。小泉さんはこう割とというか、はい、すごく本当に従って生きてらっしゃるんじゃないかなって感じがすごくするんですけど、何パーセントぐらいできてるかわかんないんですけど、うん、でもダメな時って多分あると思うんですよ。やっぱり頭で考えちゃってる時もやっぱあるし、でもある時はまあハートで動いてる時があるような気もするんですよね。この見極めっていうのがね、まだ僕も完全にはできてないところがあるかもしれないですね、うん、なんかでもよくその質問もいただくんですね。その見極めっていうか、うん、区別がつかないというか、はい、でもついてくるともう明らかに違うというか。なるほど。例えば、ね、その体の感覚一つとっても、そのハートでに、まあ、ハートにいるっていう言い方をしてもいいし、ハートで生きている時っていう言い方をしても何でもいいんですけど、はい、その時ってその本当にこうマインドが生み出すその興奮だったり喜びだったり、なんかそういう、こう深刻さだったりっていうものと全く違った、うん、なんていうんですかね、こう深い静けさとともに、まあ、喜びの時もあるし、そのなんだろう、こう なんていうんですかね、一生懸命な時もいろいろあると思うんですけど、うん、そのハートに感じるこう静けさだったりとか、その温かさとか、こう、まあ、愛っていうと抽象的なんですけど、そういう深いなんだろう、こう感覚とともにあるはずなので、慣れてくると分かりやすいんじゃないかなと思いますね。うん、なるほどね。なんかいっぱい革命来てますね。ですから、そちらのよいしょ、これで見てみます。よいしょ。例えばハートについてのところのやつなんですけどね、はい、ルアさん、おはようございます。ハートの話や感情の話伺いたいですっていうの来てますね。おはようございます。いっぱい来てますね。よいしょ。あとインドのグルの、いろんなグルの話が聞きたいですっていうのが来てますね。あ、はい、あと食事の話とかもしますね。はい、ありますね。よいしょ。どんなとこからお話ししたらいいでしょうかね。そうですね。そっか、でもハートの話、今、感じはありましたけどね。やっぱり自分でこう、そういうのあるんだって、こう、やっぱりトライアンドエラーじゃないけど、こう、実践していくことが大切なんでしょうね、きっとね。本当その通りですよね。特にこう、まあ、テクニックももちろんあると思うんですね。そのいろいろなこう宗教だったりスピリチュアリティの中にそのハートを開くとかね、はい、いろいろなんて言うんだろう、テクニックももちろんあると思いますけども、うん、まあ、あと一番すごいの大切だなと思うのが、そのスピリチュアのいろいろな概念とかこうエネルギーで感じるとか、まあ、いろんなことあると思うんですけど、やっぱり本当にそれでいいなと思えるというか、すごく抽象的な言い方になっちゃうんですけど、自分自身がすごく自分に対しても愛を感じていて、そしてその相手、例えばそこに人が相手であれば、相手に対するとか関わる人に対する愛を感じていて、そしてこう全世界だったり宇宙だったり、そういう愛をこうやっぱり感じていられるかどうかというところを見ると、結構はっきり分かることが多いと思いますね。はい、なんかやっぱりこうすごくこうスピリチュアル的な、こうなんだろう、こう理論から言うと正しかったり、あとなんか例えばエネルギー的なこういいとか悪いとかっていう話をするときにもすごくこう、まあ、いいんだけれども、なんかちょっとこう温かさが足りないなとか、なんかこうちょっと理論の方に行き過ぎじゃないかなとかって、私たちってそれこそそのハートでなんか感じるはずなんですよね。そういった感覚を大事にしていただくのすごく大事だなと思いますね。うん、なるほどね。よいしょ。じゃあ質問とかも言っちゃいます？そうですね、順番に言っちゃいますか。流れちゃうからね、こう分かんなくなるんで、ちょっと順番に言っちゃいますけど、はい、ななみさん、シャンティさんは肉とお魚はあまり、召し上がりにならないそうですが、タンパク質はお豆腐などで取られているのでしょうかという質問ですね。そうですね、大体 お豆腐とか、あと納豆とか、あと豆乳よく飲みますね。あ、それでこの前の豆腐屋さんなんですかね。あれはね、そう、たまたまあそこ実家がさらにあっちに近いので、あ、それで見つけたのもあるんですけど、はい、ですね。
あそこ、うちからも近いんだよね、すごいね。そうですね。うん、いや、すごい、お豆腐屋さん、よかったですね。よかったですよね。なるほどね。まあ、お豆腐、僕も好きですけどね。あ、本当ですか。うん、やっぱり、なんだろう、そう、まあ、しょうがないときは、まあ、出された場合とか食べますけど、まあ、牛肉はあんまり僕は取らないようにしてるんですよ。うんうんうん、でやっぱ牛が一番なんかグランディングしそうな感じしたんですけど、それはあるかもしれないですね。うん、まあまあでも鳥とかだったらね、鳥はたまによく食べてますけどね。うんうん、なんかよくその、 まあ、たまたまちょうど今そのお話が出たんで、食べ物の話なんですけど、その、はい、お肉がいいとか悪いとかっていう話ではなくって、うんうん、それこそやっぱりそういうなんかこの方がいいんですかとかってよく質問あるじゃないですか、食べ物に限らず、うんうんうん、やっぱそこはやっぱこうハートに聞いてみるというか、うん、自分にとって本当に何が一番いいんだろうって、今自分にとってはどういう学びが必要なんだろうとかっていうことをやっぱり考えていただくことって大事だと思うんですね。でお肉とかももちろんその食べないと思ったら食べなくするのはそれはそれでいいと思うんですね。もちろん大賛成なんですけども、ただそこでなんで食べないのかっていうところを単純にあこうなんだって思い込んでやるとかっていうことではなくて、例えばまあ、かわいそうというかね、動物を大事にしたいという視点からだとしたら、とにかくお肉を食べるというのは一体どういうことなんだろうかって自分にとって、まあ、そんな小難しく考えなくてもいいっちゃいいんですけど、せっかくまあハートに従うということを考えるんであれば、そのお肉食べるというのは自分にとってどういうことなんだろう、その動物というものとは自分はそれをどう捉えているんだろうとか、あとまあ例えば野菜は食べるわけでなので、その野菜をいただくっていうのはどういうことなんだろうっていう、こう食べることについてきちんと考えるっていうこともすごく大事だと思いますし、動物がなんで食べちゃいけないのかとか、こうなんで殺しちゃうとかわいそうなのかってところもやっぱりちゃんと考えないといけないと思うんですね。で私でよくお話しさせてもらうのは、だけどその割と原始的な社会というか、そういう文化、原始的というか、まあ何ですかね、こう伝統的なって言ってもいいと思うんですけど、それ例えばアラスカの方 のエスキモの人、イヌイットの人ですよね、はいはいはい、アザラシだけ食べてますよね、うん、でそれで成り立ってますよね、うん、あとチベットの割とこうモンゴルの、ね、奥の方っていうか、あっちの方の方だと本当にその家畜を食べるってすごく栄養源大事じゃないですか、うん、野菜がないからとかね、うんうん、でそういう人たちはどうなんですかとかって聞かれることはあるんですけど、それこそそれもその地域に住んでいて、そしてその地域の自然と共にあって、そしてそういうものを全てをこう敬って大事にしていて、その上で自分っていう生命が生きていくっていうことが地球にとっても自分にとってもとても大切なことであれば、それはその敬意を持っていただくっていうことは全くこう何も問題ないと思うんですね。だけれどもその私たちの社会を考えてみたときに、例えば殺しちゃった鳥を全部ちゃんといただいてるかっていうと、きっとそうじゃないことの方が多くって、捨てているっていうことがすごくたくさんあると思うんですね。で、なんでそういうやり方になってしまうかというと、まあ、要するにそのマインドだけで考えて、これは食べれるとか食べれないとか、こう食料にすればいいとかっていう話だからなわけなんですよね。で、ハートに従って鳥さんの命をもしいただくとしたら、どのぐらいの鳥さんだったらいいのかとか、あとこの鳥さんが食べてもいいと言ってるかとかね、そういうことってすごく大事なんですね。で、割とこう例えばネイティブアメリカの方なんかもベジタリアンじゃないわけじゃないですか、こう狩りとかもされるというか、まあ、部族にはよると思うんですけど、でその時も動物をやみくもに殺してるわけじゃなくって、必ず動物の方から私を食べていいっていうふうにちゃんと何て言うんですかね、許可をいただいて食べてるはずなんですね。してるわけです、動物の側も。で、納得をしてるかどうかっていうのはあらゆる生命にとってとても大切なことで、例えば人間同士だと、まあ、頭のレベルではこう意地悪した人とされた側で、した人がこう加害者みたいなふうになっちゃうこともあるんですけど、まあ、魂のレベルでは同意がされてたりってこともよくあるわけなんですよね、一緒の学びするってこととして、はいはいはい、で動物も本当はそれと同じで、その私たちがその動物さんのこう集合意識でもいいし、まあ、個別 の動物さんでもいいんですけど、その動物と私の生命がこの地球上で必要な体験ができて、そしてきちんと輝けるように食べてもいいかっていうふうに思いながらいただくってことはすごく大事だと思いますね。でただそれがなかなかやっぱりできないので、こういいとか悪いとかね、なんかこう
体にいいとか悪いとかっていうレベルで話している方もいらっしゃると思いますし、スピリチュアル的にいいとかダメっていうふうに思っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、とにかくやっぱりこうハートにちゃんと聞いてみるってことがすごく大事だと思いますね。はい、で、まあ、食べると波動が下がるとか上がるとか、まあ、もちろんそれもあるんですけど、まあ、そこよりももっと重要になってくるのは、その私たちの人生にとってはこうハートがいいと言ってることをしてるかどうかの方がすごく大事で、ハートがいいって言ってることをやるっていうことは、より自分自身のことを愛せるようになるし、よりこう宇宙を信頼できるようになることなんですけど、やっぱりそのハートがノーって言ってるのにやってるっていうのはすごく自分自身のことも信頼できなくなるし、どんどんこう宇宙と切り離されてしまうので、そこはやっぱり注意した方がいいと思うんですね。で、前なんかこの間おととい小泉さんとお話ししたときに、なんかこう波動がなんだろう、こう何食べても大丈夫になるから、いずれはっていうことで、今から好きなものを食べていてもダメだよねみたいなことを小泉さんがおっしゃってたと思うんですけど、まさしくそれも今の自分がその食べ物によってすごく影響を受けて、あまりハッピーじゃない状態になってしまうとか、もしくはその深いところでその動物さんをないがしろにしていることについて自分が納得してなかったりしたら、やっぱりそれは自分にとっても世界にとっても良くないことなので、そこのところがやっぱり今の自分にぴったりなものを選ぶっていうのはすごく重要ですよね。で、それは外の世界の情報は頼り参考にはなるけれども、外の世界に教えてもらうことはできないので、自分自身でちゃんと見つけていくっていうのが重要ですね。そうか、自分の先生は自分でこうなりなさいみたいなところですね。本当ですね。なるほどね。ただなんか目覚めたマスター方 のアドバイスってのはとても大事なので、そういったものを聞くのはもちろん大事ですね。ただその言うことを聞いているだけだと、せっかくそういうことを教えていただいたとしても、あまり成長しないというか意味がないというか、なので教えていただいたことに従うとしたら、それをきちんとこうなんだろう、どういう意味があるのかっていうことをこう考えて、そしてハートで納得してやるっていうのはすごく大事だと思いますね。あ、そうか、アイヌのね、例えば熊を殺す儀式ってみたいなのがあるじゃないですか。はい。あの時に例えばやっぱりこう熊が来てくれるみたいな表現がありますよね。うんうん、本当にそうですね。その自然と私たちがそのやっぱりなんていうかな、こうすごくなんていうかな、つながってるから、その、うん、そのこう儀式をする時に、そのまあ私そのなんていうかな、こうそのやっぱ殺す側とこう殺される側じゃないですか。でもそこにやっぱり何かしらのつながりがあるんですよね。そうなんです。本当その通りですね。要するに殺す側と殺される側が全く同じ状態とか同じである場合においてのみ、完全な同意というか、要するに自分自身なので、要するにやる側とやられる側っていうのがないんですよね。で、ある段階だとやっぱり殺すっていうのは双方のこうなんていうのかな、心というか心にも体にもすごく痛みを残しますよね。多分木を切る時なんかでもやっぱりこう木にやっぱり昔だったら日本もそうなんですけどね、木にやっぱり祈って書いてると切れないかったと思うんですよ。だからそこにまた同意を作るって言いますか、同意でやっぱやってるっていうところですよね。そうですね。なんかその私の生徒さんで植木屋さんですね、造園業をやってらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、はい、その人ともよくお話しするんですけど、なんか例えば木の剪定するときとかって、一見なんか大きい枝切っちゃってかわいそうに見えたりすることってあるじゃないですか。で、その反面その平気でいろんなところの木を切り落としちゃうっていう事実もあったりするんですけど、やっぱり庭の木とかそういうものと剪定するときなんかもそうなんですけど、木がここって教えてくれるらしいんですよ。で、そこをやっぱり切ってあげると、その木もいいし、人間の側も嬉しいというか、でそこでなんか自分の好きなようにこうデザインでこう切るとかっていうことだと、またね、ちょっと違っちゃうわけなんですよね。で、例えばその、町の中に木を植えるとかっていうのもそうだし、あとその、まあ、里山にある木を切るでも植えるでも何でもそうですけど、そういう時もやっぱり同じですよね。本当にその木がそこにいたがってるかどうかとか、もしかしたらそこにいなくてもいいと思ってるかもしれないしとか、なのでまあこう尊重するというか、本当に敬意を持って知ろうとするっていう言い方をしてもいいと思うんですけど、うん、まあ、そのようにこうお互いがあるっていうのがすごく大事だと思いますね。なるほどね。
ありがとうございます。ね、あと、ノーネームさん。インドのいろんなグルの方々の話を聞きたいですって言うんですけど、今日じゃない方がいいかな、これは。どっちでも大丈夫ですよ。うん、そうか、ハートに生きるって話でも。そう、ハートに生きる。まあ、流れで出てくれば、じゃあそれちょっと頭に置いておきますかね。そう、はい。はい、まあ、どこと言うとすれば、まあ、当たり前なんですけど、その先生方はやっぱりもう本当にハートに生きてらっしゃいましたよね。全員違うんですよ。よくね、小泉さんともお話ししてますけど、すごくこうおしゃべりなうるさいおばさんもいたし、もう本当に威厳のあるこうなんかちょっと頑固なじいさんみたいな人もいたし、いろんなもの静かで本当いかにも悟り開いてるっていうイメージの方もいらっしゃったし、ただその違いはあるんですけど、まあ、その人のまあハートに従うというか、ハートで生きてるというか、その人自身であるっていうことはやっぱり共通しているので、まあ、私たちもその究極の自分を目指すというか、こうなりうる限りの最高の素敵な自分で、かつ楽しめる限りの最高の楽しみ方をこうこの世で堪能できるようになるといいなっていうのは、そのいろんな先生方を拝見してもすごく思いましたね。なるほどね。あとその話をまた聞きたいですね、この方ね。いろいろ来てますね、朝からシャンディさん爽やかで爽やかなスタート嬉しいなナナイトピッピさんありがとうございます。シャスタさん楽しみ霊能力、3つ書いてくださってます。あそこですね。どういうことかな、あこれか、シャスタさんこれか、あこれ言っちゃうかな、とりあえずシャスタさん、ちょっと今日のテーマとはずれるかもしれませんが教えてください。ツインレイは魂の片割れなので一人らしいのですが、異性とは限らないですよね。私はいつ頃出会いそうですか、それはどんな人でしょうかっていうやつですね。そうですね、いきなりあれなんですけど、そもそもそういうのを考えないっていうことがとても重要だと思います。っていうのは結局ね、分からないことの素晴らしさっていうのはやっぱりあって、分かってるからいいってことももちろんあると思うんですけど、いずれにしても人を選ぶときに、例えばこうこの人とは相性が合うかとか合わないかとかっていうので選ぶっていうのももちろんいいんですけど、究極的にはこうあらゆる存在、まあ、あらゆる存在までいかなくてもいいですね、どの人に対してもすごくこう敬意を持って接することができて、そして本当にその人のことを理解することしたいというふうに思って、それを努力ができてっていうことがベースにあれば、言ってみれば誰と一緒にいてもうまくいきますし、例えばそのいろんな、まあ、カルマ上のお約束があって、大変な体験をすることがあったとしても、そこで自分が本当に究極の幸せを手にするための体験っていうのをすることができるわけなので、あまりこうもちろんこう異性とは限らないし、女性でも男性でもどっちでもそれはあり得るんですけど、いつ出会うかっていうふうに考えるよりも、目の前にいる人が全部こうソウルメイトとかツインソウルだとかっていうふうに思って生きていく方が健全だと思いますね。で実際本当ある意味そうなんですよね。そのこの人だけが特別っていうのは、魂がこうできてくる過程でもちろんこう近いとか遠いとか同じようなグループとか、もともとのところに近いところで一緒だったとか、いろいろ、まあ、確かにあるんですけど、ただそれはなんていうんですか、できてくる過程のどの位置でっていうふうに考えるとそうなっちゃうんですけど、基本は私たち全ての人と同じようにつながっているんですね。もともとは全員と一つなので、あんまりそこは重要じゃないんじゃないかなというふうに思いますけど、小泉さんいかがですかね。この間ちょうどその話されてましたよね。そうそう、いやそこまでツインレイの話が出てきてね、おかしいな、すごく10年前はソウルメイトで終わってだけだったはずなのにとかさ思ってさ、でその後になんだっけ、ツインレイじゃなくて、ツインフレームっていうのもあったしね、ツインソウルっていうのもあったしね、いろいろこう出てきちゃってね、で最近ツインレイだって言ってるんですよね。もっとそれをね、一番近い魂がね、それでいくつ分ければ気が済むのって感じになっちゃったね。そうですよね。そのさ、アメリカ人のさ、その悪い、アメリカ人というか西洋人の悪い癖でさ、やっぱ細かく知りたいのよ。だから、ね、どんどんやっぱ質問する人がいると思うんですよ、多分マスターとかにね。でマスターもやっぱり、まあ、興味には答えようっていう考え方もあるから説明はすると思うんだけどね。そうですね。でもそこにね行っちゃうと結局
あの、だってみんな、会う人会う人、あの人はツインソールだ、あの人はツインレーターとかってさ、チェックし始めちゃうでしょ。そうですよね。そうするとなんか、あの人はほら、カルマなパターンがあるかもしれないけど、寄らないでよ、動くとかさ、そうなっちゃうとさ、ちょっと全然意味がなくなっちゃってて。そうですよね。やっぱりあんま考えない方が、自然と会って自然とこう起こっていくじゃないですか、いろんなものが。そっちの長い乗りやすい可能性があるなと思うんですよね。そうですね。そのいろいろ考えちゃうってことは結局、それでまたスピード、その人の成長を遅くらしちゃうじゃないですか。逆にそこでいろいろ、その内容にこだわっちゃうとね。だから、まあ、起こるままを楽しんでいけばいいと思いますよ。会うべき人に会うから。うんうん、そうです。であとカルマ的なパターンがある場合はね、やっぱりその逆にこうやってね慎重になっちゃうとその解消にならないじゃないですか、いつまでたっても。本当ですよね。でもそこね、入り込んでいくっていうかね、あのやっぱ勇気を持ってですね、それが必要だと思うんで、考えない方が勇気を持つのと同じだからいいと思うんですけどね、僕は。本当そうですね。なんかこう多分こう細分化されて細かく説明されるっていうのって、その割とこうそういう宇宙の複雑なシステムとかを割と理解できる段階まで達してきたからそういう話も出てきちゃうっていうのは、それはそれはそうだと思うんですけど、ただ、まあ、逆に言うとあまり知ったところでこう本当に見分けがつくかっていうと、通常の意識レベルではもう無理ですよね。この人がソウルメイトっていうところの段階なのか、それとも本当にこう根源的なところで一緒だったのかみたいなところを、なかなかちゃんと区別つく人はほとんどいないと思うので、でもあまり知らなくてもしてても一緒だなっていうのを感じますね。だからある人はこう学びのためのことをおっしゃるし、ある人はまあ恋人になる場合もあるんだけど、それが ごっちゃになってるケースもあるでしょ。だから厳密にこうなんていうかな、分けて考えて難しいと思いますね。そうですね、本当ですね。だカルマ的な、そのもしかしたらカルマ的なパターンが終わったら、その人が本当は実はツインレイだったとかね、そういうこともあり得ると思うんですよ。だからそうするとあんまり考えない方がいいような気がしますよね。そうですね、全然気づいてないで、そういう相手と一緒にいる方もたくさんいらっしゃいますもんね。いや、ちゃんとよくこの魂の世界よくできてるから、意識しなくてもちゃんとそうなるからみたいな。本当です、ね。ちゃんとね、その人が行くべき道を歩んでればねと思いますけどね。本当です、なんかあとこうツインソウルとかツインレイだけに限らず、こう自分のパートナーとはいつ出会えますかみたいな質問もよくあるんですけど、それもその、パートナーとかに限らず、こう出会いだったりとか何かが進展するっていうタイミングって、やっぱり私たちって日々刻々と変わってるので、大体大まかな時期は決まってても、自分がすごく著しく短期間に成長したりしちゃった場合は、それがすごく早まったりとか、それ自体がなくなったりとか先延ばしになったりということはしょっちゅうあることなので、例えばその私がそのセッションを受けていただいた時に、いつ頃出会いますかって聞かれた時に、それはまあちょっと参考としてお伝えする方がその人にとっていい場合はたまにお伝えすることもあるんですけど、基本的には知らない方が良かったり、知らないでいる方が楽しめたりすることが多いはずなので、ほとんど言わないんですよね。なのでその辺ところも時期っていうのも変わるし、分かってない方が楽しめるというかね、こう真剣にプレイできるからいいと思いますね。カウンセラーさんで逆にこういう人に会いますよって言っちゃうと、それで意識しちゃって、それが起こんなくなることもあり得るじゃないですか。あります、だからすごくそこら辺は微妙な問題がありますよね。そうですね。言っちゃったがゆえに、そのすごいいいイベントが起こらなかったっていう人生でね、それもったい、かわいそうですよね。ちょっともったいないっていうかね。なんかこう、私なんかもすごくこう長いことご縁をいただいてるクライアントさんとか生徒さんなんかだと、例えばもうどうしても結婚したいって言って最初おっしゃってる方で、まあ、大体今だと 5,6 年後かななんていう感じでこう分かる場合があるわけですよね。でそうするとこうあんまりその時期を言わないことも言わないことの方が多いんですけど、まあ、人によってはもう本当に心が折れてしまって、もう全然自分は一人で生きていくみたいな決断をしてしまいそうな時とかはちょっと言ったりする時もありますけど、ただなんかこう本当にさっき小泉さんが言ってたみたいに、意識しすぎちゃって本当じゃない人を選んじゃうみたいなことはよく見ますね。まあそれもね、一つのあれなのかもしれないですけどね。本当ですね。なるほどね、
じゃあ次いきますけどね。はい。シャスタさん、シャンディさんの美しさの秘密は大豆イソフラボンなんですねって書いてあるんですね。大豆って取るとなんか肌ツヤツヤになったりしますよね。言いますよね。あ、僕そういえばそっかそっか、お豆腐さん行ってあの豆乳とか飲んだから、あ、肌ツヤツヤになりましたわすごい超効果がすぐ出るみたいな感じ。早みたいな。あのいやね、ちょっと荒れてたからね。いやでも飲んだら、うん、あれなおかしいな、ここ2、3日ちょっと肌ツヤツヤになったなと思って、なんでツヤツヤになったのかと思ったら豆乳しか考えられないんですよ。あ、そうですか。うん、じゃあ合ってるんじゃないですかね。あ、そっかそっか。うん、なんか豆乳飲むと大変なこと、あのアレルギーがある人はね大変なことになっちゃうんでしょうけど、そんなに、はい、ね、あのアレルギー大豆にある人、大豆にアレルギーある人そんなにいっぱいいないので、うん、まあ、肌が良くなるっていう人の方が多いですよね。うん、日本人は合ってるのかもしれないですね、やっぱ豆腐はね、うん、豆腐とか、ね、そうですね。外国人だとやっぱり、うん、あの合わないって人もいるみたいですけどね。ミノリッチさん、質問です。はい、やりたくないことをやることになって、やっているうちにだんだん楽しくなってくることがあります。うんうん、やりたいことをやる以外にも、やりたくないことをやることもハートに従って生きるということになりますか、という質問ですね。まさしくそうですよね。あのよくハートに従うとかね、ワクワクしてることをやりなさいって話聞くんですけど、そのワクワクがこうマインドのレベルでワクワクしてたりすることの場合もありますよねっていうことを考えると、私なんかよくあのやりたくないことは基本的にやるようにしてるんですよ。っていうのは、そのやりたくないことっていうのはマインドのレベルでやりたくないって言ってることっていう意味なんですね。で、例えばあの前もちょっとお話ししたかもしれないですけど、あのこうやって、こうやってとか今は、まあ、あのこう物があるというか、小泉さんとかがいたりあの、ね、してこう会話できるんでいいんですけど、基本的にあの一方的に話すっていうのが私全然好きではなくって、はいはいはい、個人的にこう目の前で会話する方が好きなんですよね。うん、なのでセミナーとかで大人数に一方的に喋るっていうのはもともとあんまり好きじゃなかったんですけど、うん、あのやったけどやったわけなんですよね。でもそれはその私のマインドがもうすごい嫌だとか思ってても、うん、ハートですごくたくさんの人の幸せに貢献したいっていうのがあるわけなので、うん、まあ、そっちに従ってたわけですよね。うん、そしたらまあ去年なんかは割とこう回数をあのたくさんやらせていただいたので、まあ、結局慣れてね、あのこのあの今おっしゃってたみたいにだんだん慣れてきて楽しくなってくるみたいなのってあるので、まあ、それだったと思うんですけど、やっぱりこう例えばあの自分がサッカーをやってるとして、そしてこうスペインでプレーしてみたいって思ってるとしますよね。でそこでその9割方そのサッカーをプレーするっていうこと以外は全部嫌なことだとしますよね。例えば言葉も分かんないとか、今例えば付き合いしてる人がいてその人とすごい離れちゃうとか、まあ、いろんな可能性が考えられると思うんですけど、その時にその行くっていうことを嫌だなって思ってる部分の方が多いかもしれないけど、でもこうあのハートでサッカーやりたいからっていうふうに思っていると、それに従って行くとそこでまたあのいろんな体験ができるわけですよね。で、まあ、そういう場合はすごくハートでやりたいと思ってることが分かってるので分かりやすいんですけど、全面的に全然あの分かんない場合とかってあるわけですよね。例えばすごく嫌な上司の下で働いていて、もう本当に辞めたい辞めたいと思いながら毎日そこで働いてたら、そこですごくこう何か大きな学びがあってとか、もしくはその上司が転勤をしてしまって、その後すごいいいことが待ってたとかって、まあ、そういう場合なんかもハートはあのそこに居続けることをイエスというか求めている場合があるわけですよね。なのでやっぱりこうあのそのいいこと嫌なことっていうのがこうマインドのレベルでワクワクするとか嫌だとかっていう話じゃなくって、先ほどもあのお話ししたように深いところで本当にその方がいいと思えるとか、なんとなくその方がいいような気がするとかっていうようなことにこうあのやりたくてもやりたくなくても従ってみるっていうのがすごく大事だと思うんですね。なるほどね。うん、はい、なんかワクワクの勘違いっていうのはよくありますよね。うん、なるほど。みちこさやかさん、食べ物の話すごく気持ちが軽くなりました。なるほどとか言ってますね。うん、シャッサさん、イルカさんは食べたいなら食べてもいいよって言われるみたいです。意識は高いですね。私は食べたことはありませんがっていうことですね。うん、なるほど。あとあるかな。あ、ななみさん、食べ物の話ありがとうございました。お肉は、鶏肉だけいただいているのですが、最近は鶏肉も前食べられなくなりました。シャンディさんのおっしゃるように自分に聞いて食べ物を選んでいきたいと思います。うん、はい、なんかでも本当こうあのそこを感じるように
丁寧に感じていくと、そこは分かっていきますよね。本当に何を自分が食べたいのかというか、要するに感覚的な満足とか体の栄養とかっていうだけじゃなくって、自分の魂にとって何がいいのかっていうのは分かってくるはずなので、ただそれも結局試してみないと分かんないですもんね。うん、まあ結構家族がね、肉食べたい人がいたりする場合はね、しょうがないんですけどね。で、まあもうちょっと我慢してますけどね、うん、肉多いよって言うんです、時々、うん、そうですよね、うん、肉多すぎっつって、うんうん、めぐみさん、シャスタさんは、これ違うね、これめぐみさんどっちに聞いてるの、シャスタさんってシャンディさんに聞いてるのかな俺ここで話してんのこれどっち、わかんないな、シャンディさんのことだよね、シャンディさんは宇宙意識、魂という自分と生命という自分をどんな風に今自分の中で描いていますかっていうことかな。そうですね、まあ本当に言葉で表現するのは難しいことですけれども、自分っていう個別のなんとか今の自分の中で、そうですね、私の場合こう頭で考えてはいないので、説明する相手の方に合わせてそれぞれ表現してるって感じではあるんですけども、素材としてこう全部同じものでできてるし、こう全部つながってるので、それももちろんそういうふうには捉えてますし、あとこう魂っていうのどこ、魂っていう言葉がどこを指すかっていうことに関しては、一応その私が私というふうに個別で捉えることができるあり方をしている部分について魂とか自分というふうに感じているというか捉えてますね。で、宇宙意識っていうのは私たちの意識も含めた全ての意識とも言えますし、この存在している全てのものそのものとも言えますね。うん、なるほどね。あんまりこう自分の考えとかがあるわけではなくって、私の場合はその人に説明するときにそれに合わせて概念とかこう言葉とかを構築する感じですかね。うん、はい。オカリンさん、質問です。赤ちゃんのチャクラってどうなんですか。こういう質問もいいのかな。赤ちゃんのチャクラどうなってるんでしょうか。例えば頭の方だけ開いてるとか。ああ、はいはい、そうですね、大人と基本的には一緒ですけど、働き方はやっぱり違いますよね。で、おっしゃる通り、確かに外に出てることが多いので、頭の方はパッカリ開いてるのはやっぱ開いてますね。ただやっぱそれもその子によって差はあるとは言えますけどね。なんかどうなってるっていうのはちょっとお答えしづらいんですけど、まあ、その頭の方だけ開いてるというのは実際そうですね。あとはそうですね、まあ、感情的な面に関してはハートだったりこの溝落ちのあたりだったり、ね、その辺の滞りみたいなものがまだあまりないので、こう閉じたりとかっていうことはあんまりないですね。で、それはただ面白くて、その大人になるとこうみんなだんだんこう純粋じゃなくなっていくみたいな、ね、話ってあると思うんですけど、別にそれはそういうわけじゃなくって、赤ちゃんの時はまだその体に入って、その体のフィールドの中にもともと持っているカルマの種って言ってもいいし、その性質っていうか、それにまつわる感情的なものがまだ現れてきてないというような状態だっていうことなので、全然なんだろう、そういうネガティブなものがないとかっていう意味じゃないんですけど、ただまだそういうものがあまりこう動き出してない時期なので、やっぱり割とこうスムーズにエネルギーも流れてて、チャクラも開いてますね。なるほどね。はい。まあ、あと大人だとじゃあ感情、そのハートとかになんか つけてっちゃうことがあるってことですね。じゃあそうですね、でも元々大人になったからついたというよりは、いろいろな経験をして汚れちゃった的な話ではなくて、汚れちゃったじゃないんだ元々持ってるんですよね、そういう経験をするための種を、はい、だから元々あるんですけど、それを経験していることによって、こうなんて言ったらいいのかな、こうよりこうほら、例えば私たち肉体って乗り換えるじゃないですか、生まれ変わると同時に、うん、はいはいはい、
スタンドの時点では大体基本的にはこうまっさらな感じにはなってるんですけど、その人のもともとの性質とかカルマの種みたいなものはもちろんあって、それによっていろんな経験を繰り返していくじゃないですか、はい、そうすると今回の人生の間、特にすごく高次の体じゃなくって、こう感情的なところをこう司っているような体の層っていうかね、そういうエネルギーの層の部分に関してはこういろんなものがこうどんどん増幅されて増えていったりするので、それで重くなっていくって感じですかね。はい、なるほど、ありがとうございます。とりあえずバーッとこう質問をね、答えていただいたんですけどね、はい、こんなどうしようかな、次何しましょうか。ちょうどなんか前にもよく感情のご質問いただいてたんで、ちょっとそのお話ししたいなと思うんですけど、はいはい、感情というのはやっぱりこう感じるだけでいいのかとか、表現した方がいいのかとか、どういうふうに感情、例えば恐れの感情がたくさんあるんだけどどうしたらいいのかとかっていう話とかってよく質問であるんですけど、まずその何事もそうなんですけど、感じるというか認識するというか、それがすごく大切なんですよね。でただやっぱりなかなかそこすらというか、そこもできないことが多くって、例えばその今どういうことを感じてるっていうふうにこう感じるときに、まあ、本当に感じてる感情よりもある感情を感じたくないからこう違う感情を感じてごまかすってこともあったりするので、やっぱり丁寧に感じるっていうことを練習していただくっていうのもすごく大事になってきますね。であとその繰り返しそういう感情、ある感情が生まれてくるっていう場合なんかは、もともとそういう感情をこう感じやすいような、まあ、種を持ってるというか、そういう例えば体質的にというかね、その脳の体質的にというか性質的にそういうのを感じやすいって人の場合は、まあ、もちろんその今回の人生でそういう脳に生まれちゃったからそうなっちゃったとかっていうんではなくって、そういう傾向があるので、そういう体の乗り物を持っているので、もともともちろん持っているからではあるんですけども、そういうふうに体の方にというか体質的にそういう要因がある場合は、そこを変えていくっていうこともすごく必要になってきますし、その変え方っていうのはやっぱりいろいろあって、それが例えばサプリメントを使うってこともあるでしょうし、何か食べ物をこう避けるってこともあるでしょうし、その運動をするっていうこともあるでしょうし、よくまあ精神科のお薬とかね、全部すごく悪いみたいな感じで言われちゃうこともあるんですけど、まあ、それこそハートに効くっていう話じゃないんですけど、その人の魂のプランにとってすごくいいものである場合もあるわけなんですよね。すごく本当にやっぱりその人に合ってれば効く場合もあるので、そういったものを使うっていうこともあるでしょうし、なんかまあいろいろなアプローチの仕方があるわけなんですよね。あとまあそれと同時に、やっぱりこう前もお話ししたと思うんですけど、その自分が抑圧してる感情とかそういうものがこう溜まってるんであれば、それをちゃんと解放してあげるとかいうことも必要な場合もありますし、気づくだけで変わるっていうこともありますし、あとはいろんな方法がありますよね。フラワーエッセンスっていうのをこう取ってみるとかっていうのもいいですし、ボディーワークを受けてみるっていうのもいいですし、ただ単に動物に触るだけでこう癒されるっていう場合もあるし、自然の中にいるとこう癒されるっていう場合もあるし、本当にいろんな方法があるので、そういうこういろんなアプローチを取っていただくっていうことがすごく大事だと思いますね。で自分にとって必要なものっていうのはやっぱり求めてれば出会えるので、いろんなワークだったりセラピーだったり、そういう物理的なというか物質的な対処法だったり、自分に合ったものをこう使って組み合わせてやっていただくのはすごくいいと思いますね。であと一個のことを続けてると何事もそうなんですけど、こうだんだんこう全体に作用してくるというか、なので例えば感情を感じるってことをちゃんとやっていれば、その感情がちゃんと感じられるようになって、どう扱えばいいのか何となく自分なりに分かってくるっていう場合もありますし、例えば感情を解放するってことをこうずっとやってると、まあ、解放したことによっていろいろな部分が変わってくるので、あ、じゃあ今度はその考え方を自分で変えるっていうような努力も必要なんだなとかってことが分かってきたりもしますので、やはりその感情っていうものを感じるだけとか表現すればいいとかっていう話ではなくって、いろんな側面があるので、そこをこういろいろ試してみていただくといいなと思いますね。で、まあ、あとちょっと逆説的に聞こえるかもしれないんですけど、シンプルにやっぱり感情を感じて感じきるっていうことが一番大事で、それをやってると本当にこう感情ともうまく付き合えるようになってくることも多いので、まずやっぱりそこを基本にしていただきたいなというふうに思いますね。
なんか変な止まってて、すいません。はい、大丈夫です。はい、サラさんからちょっと来てますね。失礼しました。長い間夫に違和感を感じていて努力を重ねてきましたが、離婚を考えたらすっきりしましたっていうのをちょっと来てますね。はい、かおりさん、私もハートで感じることを大切にしています。ハートで生きるって自然なんですね。そうですね。よしみさん、シャンディさんの話にあったようなハートの子に従って今離婚の話が進んでいます。離婚ネタです。まあおすすめしてるわけではないんですけど、ご自分でうちが進めたってなっちゃうと困っちゃうね。あの自己責任ですかね、全部ね。それご了承くださいね。自分で感じたんですかね。うちはおすすめはしてません。勘違いした、例えば旦那さんとか勘違いしてね、このテレビは離婚を進めてるテレビだとかやってこう打たれても困っちゃうんでね。進めてませんから別に。はい、よしみさん、席を抜くというメッセージが聞こえてきました。そうですか。聞こえてきちゃいましたか。はい、なるほどね。まあでもそこの状態にいてどうしてもなんかこう、なんだろう、うまくこう流れないでこうスタックしてるというか、こう積んでるというかね、そんな状態になってる場合はやっぱ状況を変えないと次のところに行けないですよね。だからその場合はなんかいろんなことをするっていう方法は確かにあるとは思いますね。うん、そうですね。まあ、次のやっぱり次のところに行かないと魂の成長というか次の段階のところ行けなくなっちゃいますからね。確かにそうです。まあ、あとこう例えば悲しいにしても大変にしてもこう満喫してもういい加減うんざりっていう風になるのもすごい大事だと思いますね。うん、なんか割と中途半端にこう感じてたりとか中途半端にやってたりするとなんか迷いって長引いたりすると思うんですけど、例えばこう誰々があいつのせいでとかって思うとしたら、しっかりあいつのせいでということを考えてみるみたいな、こう感じてみるみたいな風にやると長引くはないんですよ、ちゃんとやると。あ、感情の感じるってところに関してはそれはすごく重要なんですよね。でさっきちょっとちゃんと感じるってさらっと言っちゃいましたけど、そこの例えば悲しみでも怒りでも何でもいいんですけど、大体この手とかで悲しみ感じる人っていないじゃないですか。絶対この体の割と体幹部のところで悲しみとか怒りって感じてますよね、頭でもいいんですけど。そうするとこうその感情にこう付随した体の感覚って絶対あるはずで、それぞれの人に。でそこにこう意識を向けて、本当に腹が立つとかこうその怒り立ってるって、その怒りの感じとかその悲しいっていうその感じに意識をちゃんと集中して感じると、そうね、長引くってことはないので、一回こうその感じ切るっていうのをやっていただくと、手放すのもすごく上手になってきますね。やっぱやっちゃう、なんとかの例えばなんとかどっかのアイスクリーム食べたいと思った時に、そのアイスクリーム食べちゃうとそれで解消しちゃうじゃないですか。だから食べ行かないと、それがずっとそのまた行かなくちゃとかね、中途半端に食べてるとまた何度も食べに行こうとかね、そういうなっちゃうから、もう経験したんやったらしちゃった方がいい時ありますよね。うん、本当ですね。手放せちゃうからそこでね。本当ですよね。まあ、後です間違ってたらやり直せばいいしね。やったことがもし違ってても。確かにね。まあ、昨日の話でシャンディさん言われてましたけど、まあ、大きな流れで言うと間違ってることはないんだってことですよね、要は。本当にそうですよね。選択自体も別にまあ、その時はこうあっち行ったこっちでするかもしれないけど、別にそれも経験だしね。本当ですよね。それ分かるとすごく選択って楽になりますよね。本当ですよね。なんか若い時ってもうなんか全然考えてない時期はともかくとして、こうなんか正しいことを選びたくなっちゃうと思うんですけど、こう年取ってくるとというか、いろいろやってくると結局いいことにつながってるなっていう、なんていうんですかね、人生の体験のサンプルも増えてくるので、よりそういうふうに思いやすくなるっていうのはありますよね。若い時はこうなんだろう、こうあんまり検討材料が少ないのでそう思えなかったりすることも多いと思うんですけどね。よしみさん、まあ、離婚、席を抜くというメッセージが聞こえてきたんですが、進むペースがゆっくりですって書いてますね。はい、あと、オカリンさん、逃げか卒業か、江原さん、by 江原さんって書いてますね。
あ、江原さんそういうふうに言ってる時あるのね。でも本当そうですよね。それこそハトに聞くっていうか、自分がね本当にどうかっていうことをちゃんと感じるのがすごく大事で、よくあるご質問で、こういうことで今仕事をしててすごくこうなんですけど、もうそろそろこう次のとこに行った方がいいような気がするんですけど、今辞めてもいいかとか辞めた方がいいかとかってね、ご質問されることあると思うんですけど、それこそその自分が本当にそこで学びきったっていう感じがあれば、もちろん次に行かれたらいいでしょうし、まだやり残してる感じがするっていう場合はそこで勉強されたらいいと思いますし、ただその次に行った方がいいっていうふうに思ったり、やり残してる感じがするするっていうのも、こうマインドがこうまだこうちゃんとやらないといけないっていう、こうもともと罪悪感を抱きやすい人だったりすると、まあ、そこで間違う場合もありますけど、まあ、それですらしばらくいてみて、あ、やっぱり違ったなって後で絶対気がつくので、どっちでもいいと言えばいいですよね。はい、みちこさいかさん、私も自分のできることをやりきった感情やりきった感満載で、離婚して素敵な経験になったなと喜んでいます。あ、いいですね。いいですね、本当に。とりあえず、ここで質問自体は終わったんですけどね。皆さんいっぱいもういろんな経験すればいいと思うんですよね。本当ですよね。なんかでもせっかくこう経験するから、いろいろこうちゃんと感じたりとか考えたりとかって満喫していただきたいですね。その悩むにしても嬉し喜ぶにしてもね。本当にその人しかできない経験いっぱいあると思うんでね。本当ですよね。それは本当に貴重ですよ。だからもう話聞きたいと僕思う時あるのよ。わかります、そのワクワク感を聞きたい、いろんな、それがまあ、いい悪い別なんだけど、だからその人僕裁くんだから、いろいろ喋るとね、誤解されるとか言われる場合もあるんだけど、そうじゃなくて、ね、例えば僕パートナーになった人とかでもね、いろんな経験あって、それ教えてよみたいなことを感覚があるのよ。だから昔の過去の彼でもいいんだけど、それでどんなことが楽しかったとかね、それ、僕もそれ聞いてワクワク感が来るのよ。だからね、なんていうか、だから自分のことより楽しめるんですよ。なるほどね。だから少し嫉妬ないのね、別に。だから、それ聞くことでなんか人生が2倍になるような感じがするから、相手の話聞くと。本当です。すごいいいんですけどね、僕は。でもその人生が2倍になる感覚って、まさしくその私たちがこの宇宙をこういう形に作り上げたこう感覚にすごく近いというか、やっぱり個別の意識としてそれぞれが経験していることを、自分たちでは、まあ、普段は意識できないけど共有しているわけですよね。で、その共有しているものをこう私たちみんなこう楽しんだりとかそれを享受しているので、はい、それってすごくこう全体的にというか、まあ、つながって存在するという感覚にすごく近い感じがしますね。そうですね。やっぱり相手もね、自分だから、やっぱりやっぱり別に経験してるわけだから、それ統合すると、なんていうか、自分がより神に近づくというか、なんだろうね、すごく嬉しいでいいんだと思うんですよ、相手の経験が。だって自分も今やってる経験がすごく重要な経験してるわけだから、で相手の経験も聞いたらもっとまた嬉しいじゃないですか、っていう感じなんですけどね。本当そうですね、すごく皆さん尊い経験をしてる人してるなと思いますね。小泉さんは割と小さい時から、はい、そんなに悩んだりとかあんまりしない方ですか？いや、そうではないんですよ。僕頭結構優勢な時があったから、今もそうなんだけど、考えすぎちゃうとずっとそこを握っちゃったままになっちゃう時あるんです、結構。でもそれ今外すっていうのを覚えてきたんで、もう握ったままにしないようにしてるんですけど、何かにこうスパーッと入っちゃうと、そこにずっとやっぱり入っちゃう時ありますよね。なるほどね。なんかそれは変化してきたのは、やっぱりいろんなワークをしたり、セッションしたり、瞑想したりとか、何か取り組まれてそうなったんですか？そのマインドのところにちょっと注目したのは、ゲートさんに会ってからですかね。そうですか。その前は瞑想とか勝手にやってたんですけど、それはそれでまあいろいろこう、なんだろうね、いろんな
いろんなものが見えたりするのは面白かったけど、まあちょっと危ない、ちょっと人じゃなくなってくるのでやめちゃったんですけど人じゃないなんか社会生活ができなくなってくるので、行き過ぎると、うん、っていう。でもなんか社会生活ができなくなるまで行っちゃった小泉さんの体験もまたすごいですよねそうですか。まあね、ちょっとあの時はね、社長だったんだけど、スティーブ・ジョブズじゃないんだけど、うん、瞑想にハマったんですよ。うんうん、その時はなぜか知らないけど、宇宙を知りたいっていう願望がすごくあって、そしたらなんかだんだんね、瞑想する羽目に入ってくんですよ、なんかそっち行った方がいいだろうみたいな直感があるのかな、分かんないんだけど、だんだん瞑想するようになっちゃって、そしたらだんだんこう入ってって、ああ宇宙って自分なんだなって最終的に結論が来たんですけど、最終的には瞑想やってて、なんか宇宙がバッて見えるようになったから、あ、なんだ自分って宇宙じゃないかっていうのはそこで分かったんですよ。そういうの、そういうことありましたけど、でもそれやってたから、なんていうのかな、人間離れしてるんですよ。なんか、なんていうのかな、ほら、一体化、いろんなこと一体化させてっちゃうから、意識を。そうするとね、普通の世界生活がちょっとできないんですよね。うんうん、だから戻ってきましたけど、その時の社員何人か辞めましたね。1ヶ月間会社行かなかったりした時あったから。1ヶ月来ない社長ってすごいですよね、うん、ちょっとまずかったなと思ってでもなんかそういうことも含め、なんだろう、こうそういう宇宙の全体性とか、その、まあ、全体的にこう、ね、生命っていうのが一つなんだとか、自分が宇宙なんだとかっていうような認識もすごく大事だし、うん、その後にそのきちんとこうマインドを見つめるというか、自分、まあ、マインドを見つめるということは自分自身をちゃんと見るっていうことでもあると思うんですけど、うん、そういった作業をすることもすごく大事だし、ちゃんとこう悲しい時は悲しいで泣いたりとか怒ったりとかっていうのもすごく大事だし、うん、そのいろんな側面をこうその都度その都度こう時期その時期その時期にいろんなのを探求しているっていうか、知ろうとしているっていう感じですよね。はい、今だからそのマインドの方に入ってきたので、これやっぱ悟りのところなんですね、うん、マインドをちゃんと自分でコントロールできるとか、こう、うん、その制御できるっていうところはね、だからまたここはここで面白いなと思ってるんですけどね、うんうん、そうですね、はい、なんかそのちょっとインドにいた時の話になるんですけど、さっきの、はい、こう人間離れしてた話じゃないですけど、うん、例えば瞑想を本当にしててこうなんか悟りたいみたいな人たちももちろんいたんですけど、うん、なんかそのスピリチュアルなこうことというか行動をしてるっていうことだけにこう、はい、ハマってしまったり、うん、あとはこういうことをしないといけないっていうことを実行することにハマってしまっていて、うん、その人間としてこうリアルに自分がそのマインドを観察するってことを一つとっても、どういうことをしたときにどういうことを感じてどういうことを考えているかっていうことにすらちょっとあんまり気がついていなかったりとか、それの扱い方についてこうなかなかこうそれをなんだろう、こう身につけることができなくて苦しんでる人ってすごいたくさん見たんですよね。その要するに瞑想すごくしてるとか修行してるっていう感じの人に、でもちろん時期的にそういう事件があるっていうのはそれはそれでいいなとは思ったんですけど、うん、あまりにその長いこと瞑想してたりとか、うん、あともその食べ物にも気を使ってやったりとかしてるのに、うん、全然こう気持ち的に楽になれてない人っていうのがやっぱりいたりしたんですよね。でそれを見てて、うん、もちろん私自身はすごく瞑想も大好きで、はい、瞑想によって恩恵をたくさん得てたし、こうマインドに関してもより観察できるようになったり、まあ、いろんないいことあったんですけど、ただ人によってはやっぱり単純にこう心理学的なアプローチというか、ちゃんとこうその自分の感情をこうまず感じることから始まり、それをこうどんなふうにこう表現したらいいとかっていう、まあ、社会的なコミュニケーションの練習だったり、そういうことが必要な人とかもすごくたくさんいたので、うん、何でもバランスがすごい大事なんだなって思いますね。うん、でも崩してるのも崩してるので別に悪くないっていうか、それはそれでいい経験だと思うんですけどね。はい、まあ何かのことをずっとやっちゃうと、そこでブレイクしない場合ありますよね。だからその人はこれでやるとなんかいけるんじゃないかってそれやってると思うんですけど、まあ、まあ、スピーチャーテレビではよくいっぱい選択肢を用意してるっていうところがあって、だから、うん、なんかこれずっと行かないと違いやってみたらっていうのはありますよね。そうですね。そこでブレイクするときあり得るから。うんうんうん。本当です。うん。まあ先生も一人一人にこだわらない、いろんな先生の話聞いてみたらとかね。
たりとかねしますけどね。なんかさっきのこう何でしたっけ、卒業か逃げかの話じゃないですけど、はいはいはい、このところが面白くて、こうちゃんと一つのことを続けていかないと身につかないのになっていうような感じの方が、いろんなのにこう行ってみたり、そっちのパターンもあるか、逆もありますよね。あ、そうかそうか、あ、それありますね。それがね、面白いのが、うん、そのいるいるいる、に行かない方がいい方の方が逆にいろんなのに行ってたりとか、逆に何か一つのものだけじゃなくてもうちょっといろんなとこから取り入れた方がいい方に限ってこう一個のことだけずっとやってたりとかね、っていうこともあったりします。ああ、そうかそうか、そうです、ハマってる場合は両方ともハマってるからそういう状態になってるってことだよな。うん、本当にそうですね。なるほどね。よく宗教難民とかスピーチャー難民って呼ばれる人がそういうパターンですよね。こういろんなとこ行ってしまってるっていう。で、結局、まあなんかそれで、いろんなとこ行ってんだけど、身についてないかもしれないって状態ですよね、今ね。そうですよね。なんかでもあれ面白いのが、こうやっぱり楽しいっていうか、その愛っていうのも、いろんな側面があるじゃないですか。なので、いろんな人から受け取って、あ、嬉しいって、すごい愛されてて嬉しいっていうような感じのこう愛っていうのと、はい、でもすごく悲惨な状況にある中でも、はい、この宇宙の本当にこう完全なる完璧さとこの愛を深く感じるっていうのとかっていろいろ、なんだろう、側面ってありますよね。あります、あります。もうね、どんな状況でもありますよね。そうなんですよね。で、なんか例えばこう、例えばワクワクするっていうようなこうワークショップに行ったりとか、そういうところに行ってこう、あ、嬉しいなっていう気持ちになるものもあれば、そういう、こう深い愛みたいなものが身につく場所もあったりとか、本当にいろんな場所があるので、いろんな側面をこう体験していただくとすごくいいなと思いますね。うん、確かに確かに。うん、はい。質問来たかな。KKY さんかな。チャクラと魂との関係を説明お願いします。例えばチャクラが開いてエネルギーを取り込めると魂の次元は上がりますかっていう質問ですね。あ、ありました、はい。ちょっと魂の次元が上がるっていうところのちょっと説明からなんですけど、私たちの魂って全部の次元に同時に存在していて、意識の焦点が当たっている部分、つまり自分がどこだと思っている部分っていうのがあるだけで、まず全部の次元には存在しているんですけれども、その次元が上がるっていうふうに表現するときには何が起こってるかっていうと、意識の焦点は例えば今私たち3次元のところに当たっていて、そこの あり方というのをしているのが、少しずつバイブレーションが上がってきて、全部の次元には存在してるんだけど4とか5とかっていうところに焦点が当たっていくっていうことだとは思うんですけども、チャクラが開いてエネルギーを取り込めると、そうですね、そのチャクラが開くっていうことはもちろんそのエネルギーをちゃんと適切に取り込めるし、たくさん取り込めるってことになるので、それは上がっていきますね。で、ただチャクラが開いてエネルギーを取り込めるためには何が必要かというと、ちょっと単純に言ってしまうと、ハートに従えるとか、あといつも心地よくいられるってことがすごく大事になってくるので、そういうことを取り組んでいくのがいいってことですよね。で、あとチャクラと魂との関係っていうか、魂っていうのは私たちは個別の意識として存在するものが魂だとすると、そういう存在が体を持って生きていったり、いろんな経験をするために、その体とそういう魂として個別の意識を持っている私たちのこう霊的な体が結ばれないといけないというか、同時に機能しないといけないわけですよね。で、その同時に機能するため の, 複雑なシステムの中 の, そ の, あるエネルギーとこう自分の体というか、バイブレーションというか、そういうものをつなげるポイントっていうことですよね。なのでお分かりだと思いますけど、システムの中の一部で、それがいろんなところにあるっていう感じですね。で、肉体で言えばいろいろこうリンパ節が、ね、あったりとか、こう心臓があったりとかすると思いますけど、そういうものの、その霊的な体の方にあるものっていうことですね。なるほど。やっぱシャンディさんはやっぱりあれですね、やっぱシャンディさんうまくこう引き出すっていうのは質問力ですね。
質問力質問がすごくいい質問するとこう引き出されてきますよね。そうなんです。今聞いててそうだなと思ってたんですけど、いや魂ってどの全部の次元につながってますよね、本当にね。そうですね、うん、うん、それもあそれもこう出てくるんだと思ってびっくりした。だからこれはだからあれでしょう、だからなんか覚えたんじゃなくて出てくるっていうか、そういうことですよね。そうですね、あの、うん、知ってるっていうか、あの知ってるって頭でみたいなんですけど、あの、うん、変な話知らないことも知ってるのでなんて言ったらいいんですかね、はい、やっと自分何も知らないって思ってるので、うんうんうん、同じことなんですけど、うん、こうだからまあ例えばこういう言い方もできるかもしれないけど、アカシックレコードにもつながっちゃってると、うんうんうん、例えばまあある種アカシックレコードってまあそのねその宇宙のインターネットみたいなもんだなと思ってるんですけど、でも本当そうだと思いますね、うん、その私のアシスタントの、うん、あのひろみちゃんっていう子はそのインターネットにつながってるのをなんかすごく適当に使ってくるんですよ。でそれで聞いてくる質問がこういういい質問ならいいんですけど、うん、あの本当にポヤーンとしてる時にあのこの間あの夕日を見に行って河原に座ってたんですね、はい、その時にあのなんかコウモリがいっぱい飛んでたんですよ、はい、これって何匹ぐらいいるのかなとか聞いてくるんですよ、うん、そんなこと私に聞かないでよと思うんですけどとりあえず聞いとけみたいなところがあってあのやっぱりあれですそのなんていうのかな、ひろみちゃんっていう存在がその論理的なものを超えたところでちょっとこのほっと息抜きのさせるためにいるんじゃないですか、わかんないけどでも時々あのあまりにこう変な質問が来るともう本日の質問は受付、あの終了いたしましたって言ってこう返念するんですけどなるほど、ひろみちゃんをテレビに出したくなってくる、ね、そうするとね皆さんこうやってひろみちゃんネタが増えてくるとひろみちゃんってどういう人なんだってみんな思い始めるからね。そうですねでもなんかあれなんですよ、狙ってそういうことができるわけじゃないのでかなり長時間観察しておかないといけない感じですね、はい、うん、今ひろみちゃんいるんですよね。ひろみちゃんお休みになってます今。お休みになってますか寝顔襲撃とかダメですよね全然なんか違ったテレビがあったんです。テレビが違ったテレビがうまくなっちゃうね、うん、シャツさん、シャンティさんすごいですね、うん、ね、KKYさん丁寧にご説明いただきありがとうございましたね、はい、セルフィーさん、知識で知るというより情報が降りてくるんでしょうね、うん、本当にすごい。ただね、これちょっと私のいつもしつこく言ってるんですけど、うん、私だけにできる特別なことじゃないんですよね、うんうんうん、本当にいわゆるこう前もお話ししたんですけどサイキック能力ではないので、うん、そのなんていうんですかね、サイキック能力だとやっぱり例えば五感を使ってとか、まあ、第六感でもいいんですけどそういうものを、うんうん、通してとか、もしくはその入ってきた情報を自分がもともと持ってる何かを通してこう、あ、ちょっと違いますね、その自分はい、情報を得るときにそのいろいろなこう感覚器官だったり何か知覚する器官を通してっていうことになると思うんですけど、感じ知るっていうのはそういうものが全くない分ある意味全く優劣がないというか、まあ、優劣じゃないね、こう感度がどうこうっていう差が絶対ないはずなんですよ。で、受け取ってるのは全員受け取ってるんですけど、ただそれを本当に意識化するときに差があるだけっていう点では、例えばそのサイキック能力だとその投資が得意な人とか聞こえるのが得意とかね、なんか感じるとかっていろいろあると思うんですけど、それって私たちが全員走れるし見えるし聞こえるしなんだけど耳の聞こえ方も目の聞こえ方も差があるみたいに差って出ちゃうと思うんですけど、感じる情報は全員平等に全く同じように受け取ってるんですね。ただそれは意識化できるかところだけ差があるので、そのところは本当に本当にというか最終的に要するに悟りを開くとか下脱した状態というのはそれが完全に開いている状態になるわけなんですけど、というか完全に開いているじゃないですか、完全にそれを意識化できる状態ですね。でも全員にできることというか全員に備わっている機能ですね、うん、僕はねこれ知恵って呼んでるんですけどね、本当そうですね、うん、これ開いてくるとちゃんと知恵がねこう出るっていうね、うん、本当にそうですね、うん、ね、セルフィーさん、その人に合った分かりやすい形で届くということでしょうか、五感のいずれかであったり直感であるのでしょう、あるのでしょうねって書いてますけど、質問ですね、合った方、分かりやすい形で届くにはなくてですね、届くのはもう完璧な状態というか、その
あらゆる次元にわたってかつあらゆる側面にわたって完璧な状態でも受け取ってるんですね。ただそれをどのように意識化するかっていう過程が差があるっていうことですね。なんか下にご質問がありますね。はい、セルフィーさん質問です。最近開催された宇宙兄弟のトークライブがありましたが漫画ネタですか、宇宙兄弟とはどういう風なものなんでしょうか。これ違う宇宙兄弟って違うネタがあったのかな。いやごめんなさい、ちょっとそんな大した意味はなくて、福ちゃん一緒にやった福田くんですね。あ、はいはいはい、福ちゃんがすごくご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、生態師さんなんですけど、はい、宇宙人がいろいろここをやんなさいって教えてくれたりとかしたりとかっていう経験があったり、いろいろ宇宙とか宇宙人とかそういうことの経験がすごくたくさんある人で、で一緒にやったちーくんもまあ、それは別のチャンネラーさんに言われたみたいなんですけど、すごくメルキゼデク宇宙連合の方々がちゃんとチークに人を合わせていくから、準備ができた人から合わせていくからとかって言ったとかっていうような話があったりしたので、じゃあ宇宙っぽい人が集まってるからただ単に宇宙兄弟って言っただけなんですけど、なるほどなるほど、なので、ね、そんなに深い意味はないんです。どこどこ、なるほどね。福ちゃん生態師って書いてくださってありがとうございます。あ、そうですね、違う生態師に行くとまずいかなと思ってあ、そうですよね、うん、この下の香里さんですかね。あ、はい、ハートで感じることを表現していこうと思っているのですが、肩書き資格等を持っていないことにあと一歩前に出れない感じです。でもハートはあってもなくてもどちらでもいいって感じですが、これもハートに従ったらいいんでしょうね。でも本当そうですよね。ゆくやってみると結果が分かるというかね、どっちでもいいと思いますね。やっちゃえば後でこうだった、ああだったって分かりますしね。まあ、自転車に乗れちゃったら、まあ、自転車の乗り方はもう考えなくてもいいみたいなとこかな。そうですね。表現するのは楽なんだけどな。やるのはやらなきゃいけないんですけどね。そうですよね。ね。裏キャラ、ヒロミちゃんとか言ってますよね。裏キャラだから、裏キャラかわからないけど、まあ、そのうち出てきてもらいましょう。ね。そうですね。なんか出汁に使うとかね。ちょっとここの肩のとかって、こうね、実演でね、ここの線がとか、このチャクラが、ここが今、閉じてるか、ちょっとヒロミちゃんのやつをこう開けてみましょうとかね。何かで引っ張り出すっていう。うん、ヒロミちゃんって、すごい霊感がすごいので、はい、霊体験がいっぱいあるんですよ。まあ、どっちくらいか、うん、まあ微妙ですね。そうですね。で時々でも、うん、それはでもやっぱこう元々の体質っていうか、まあ、ある意味お役目でもあるっていうか、うん、ただそれを仕事にするっていう運命というか、そういうプランでは別にないので、うん、それをどうこうっていうのはないんですけど、うん、私も時々お願いしたりはしますね。ちょっとあそこにそういう方がいるのでよろしくとか言ってあ、ま、ひろみちゃんとしのちゃんと任せたんですか。そうですね、私霊担当じゃないのであんまり、はいはいはい、もちろんご縁がある場合はね、はい、なんかお話しさせていただいたりとかできることはさせていただくんですけど、他にやることがあるので、ね、ひろみちゃんにお願いしま す、ね、まあやりたい人がやればいいですよね。そうですね、うん、確かに確かに、うん、小泉さんあんまりそういうなんていうんですか、霊とかそういうのは。いや僕は全然霊は見えませんね怖い体験とかも特になく。いやないですね、霊系では、うん、系ではないですね。興味はあったんですか、そのスピリチュアルな世界に興味はありで、スピコンとかも主催されてたから、うん、たくさん霊能者の方なんかもお会いになったのかなと思うんですけど。見てたんですけど、で僕自体は霊のところには行ってないから、うん、あんまり霊の連人のところはこうつなげてないからあんまり見なかったし、その霊の興味っていうのは何だろう、そこの興味っていうよりはやっぱりこうこの世界の仕組みとか宇宙の仕組みとか、うん、そっちの方が興味あったからね、うんうん、その結果こういろいろ分かっちゃったんで、ああじゃあこういう霊とか見れる人も OK かなっていうふうになったから、自分がね、うんうんうん、それでスピコンやってたみたいなところありますよね、うん、なるほどね、
まあ、今は今の興味はやっぱりこういろんなね、いろんな人が意識上がってって、もっと楽しい世界になればいいなっていう、うん、だけかな、うんうん、悩んでるよりは楽しい世界にしちゃった方がいいよねみたいな、うんうんうんね、あちこっちで喧嘩してるよりは、うん、いや上がっちゃえば喧嘩なくなっちゃうじゃんっていう話で、うんうんうん、そうですよね。そう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 、まあ、低い意識のレベルでいると対立はあり得るけど、上がってしまうと対立はどんどんなくなっていっちゃうから、そうですね、うん、それだけだよねっていう感じですかね、うんうんうん、でも本当その、 あの対立とかもあの満喫したい間はそうでしょうけど、そろそろねもうあの、うん、飽きちゃったなっていう方も多いと思うのでね、うん、もういいでしょうっていうね、そろそろ、うんうん、本当ですね、はい、あ質問来てますかね、はい、美川さん、宇宙語を喋る方が増えているように感じるのですが、チャネリングなのでしょうかっていう質問ですね。これ面白い質問だな。そうですね、あのチャネリングといえばチャネリングでしょうし、あのなんだろう、こうもともと持ってる記憶が上手に引き出せてるっていうふうにも言えると思います、ね、例えばそれがたまたま宇宙語じゃなくて、あの英語が突然喋れるようになったとかっていうのとまたあの同じような場合もあると思いますね。その元々ある記憶が出てきただけというか、あとはその、まあ、実際にそのことは喋ってたわけじゃなくても、まあ、言葉ってバイブレーションなので、その、まあ、たまたまその音声にしてとか言語化してこうそれを話してコミュニケーションを取るっていうのが何かしらその人にとってもその周りの人にとってもあの必要な場合にそうなるんだと思いますね。あの別に宇宙語を喋るっていうような方だと、そもそもあの言語化してそれをやらなくてもいいはずなので、別にあのそれがないと意思の疎通できないわけじゃないと思うんですけど、まあ、でもいずれにしてもその私たちがこう喋って今こうやって音声使って喋ってますけど、これをこうあの日本語っていうので喋ってますよね。でそれをこう宇宙語っていう言語でやってらっしゃるってことですよね。山さん、尊敬している方と食事に一緒にしたとき、注文してないサラダバーやドリンクバーを分からないから大丈夫と言って取ってきて食べるということがとても嫌なのですが、どのように理解すればいいでしょうか。面白いですね。せこいその尊敬する先生ですね。でもなんかこうこの世界って自分と違うあのなんだろう基準を持ってる人とどういうふうに付き合っていくかっていうことの連続だと思うんですけど、まあ、そこのところもこうハートにね聞いてもらいたいと思うんですけど、例えばそのまずは自分にとってすごくこうそういう行動をしてる人がすごく悪い人で、そしてあの自分はそうじゃないとかっていう意識がもしあるとしたら、だってそういうあの相手の人をあの裁く気持ちとかそういうものをあの手放すっていうことだったり、相手の人を受け入れるっていうことが重要になってくる場合もありますよね。なのでまずはその嫌っていうふうに感じた時に、その自分自身が嫌だっていうふうに、まあ、感じる原因っていろいろあると思うんですけども、まあ、そこのところでやっぱりその人のことをあのやってる行動とかそういうものをこう悪だというふうに思っていたり、もしくはその人自身こうあのこなんていうのかな、あの変えたいと思ってたりとかっていうことがあるとしたら、まずは一旦それに関しては手放す方があの苦になると思うので、まあ、この人もあのこういうなんだろうことをしてしまう理由があるんだなっていうふうにこう理解したり受け入れるっていうことがまず大事だっていうことと、あとその上であの自分がその人に対してきちんとそういうことって違うんじゃないのっていうふうに伝えることが自分にとっても相手にとってもいいと思えて、かつ相手の人がそれを受け取れる段階というかレベルにありそうであれば、ちゃんとしたこう働きかけをしてあげるのもすごく大事だと思いますね。なので、まあ、内面的なあの自分が受け入れるとか理解するとかっていう努力とともに、まあ、相手の人をこうあのに働きかけるってことと、まあ、両方やっていくのが大事だと思いますね、まあ、単純に嫌なんだけどって言っちゃうのもいいと思いますけど、ね、仲良ければ。上司とかでも尊敬してる方と一緒にって書いてあるから、ね、あれですけど、これね、僕もねこれはね僕は嫌ですね、このパターンは。いや僕絶対だってこれサラダバーさ勝手に食べたりとかドリンクバー勝手に食べたらね、それはさその量が減るってことだから、それに対してお金もかかってるわけですよ、原資もね。それ相手のまあ盗んでるってことですね、今ね聞いちゃうと。
で例えばそれでよくね万引きしてる人が多いお店潰れちゃったりするんですけどね、だからでそのそのお店が僕好きだったらね絶対そんなことしないですよ。うん、本当ですね。だけどあと一つはね、そのやっぱり人っていうのはね、その先生だからといってここはまだ学べてないところ、だからその弟子だからといって先に弟子の方がここ学んでることっていう、そういうのもあることあると思うんですよ。だからね、それはね、あの全部全が全部ね、あの先生が聖人君子でとは思わないでね、あの、まあ、自分あその言ってもいいと思うしね、言わなくてもいいと思うんだけど、そこはあの、いや私はあの、まあ、先生はそれで先生の生き方だからそれで認めますと、で私はでもドリンクバーとかちゃんとお金払って食べますんでご了承くださいっていう言うのもありですねっていう。ですね。うん。そしたら自分のなんか罪悪感とかないでしょ。先生は先生で自分でそれで選択してるんだから、それはね認めるけどね、別に言いつけるわけでもないしね、いいと思うんですけどね。ですね。なんか上司がへんてこなしてことをしてるときとかっていうあの時って絶対ありますもんね、先生とかが。いろんな癖がある人もいるからね。本当ですよね。あとなんかこうあのその人に学ぶあの国語とか理科とか社会とかみたいな感じで思っとけばいいと思うんですよね。あのこういうことに関してはこの方から学ぶみたいな感じでね。はい、セルフィーさん、エネルギーを言語音で表現したものが宇宙語ですかみたいなこと、うん、あ、さっきあのご質問いただいた方と同じ、あ違うか、そうですね、あの、はい、言葉って全部なんだろう、こうエネルギーとかそういうあのものが何の形になっているものなので、宇宙語もそういうことですよね。あ、先生は絶対ではない。あ、そうですね、これさっきのあれですけど、例えばお父さんを考えてみればいいと思うんですよ、うん、自分のお父さんをね、お父さん、まあちょっと尊敬できる存在かもしれないけど、あっちでおならしてたりとかなんかね、あっちはなんか鼻くそほじったりする場合もあったりとかして、それはちょっとそれ嫌だなとかね、それでいい、そういう感じですかね。うん、本当そうですよね。いろんな面があるってことですよね。うんうんうん、本当ですね。それも含めて愛してください。ダメって言うとかダメって言ってね、うん、父さんそこでお直しダメですよっていう、ダメって言えばいいんですよ。本当ですよね。うん、そうなんかでもあの相談でも多いですよ、あのスピリチュアルなことを習ってたりとか、何かすごく尊敬する人がいて何か習ってるんだけど、こういうとあのところすごく違うと思ってみたいな感じがあるんだけど、なんかこうあの全部いいと思わないといけないみたいな悩んでる人とか、あとこうあのただスピリチュアルなことをあのお伝えしてる先生の場合は、あの面白いことに割と多いのが、なんかこの先生すごく素晴らしくて助けていただいたんだけれども、すごくこう愛がないような報道をされるんですけどみたいなあのご質問いただくこともあるんですね。でもその場合ってもうなんかご本人としては答えが出てて、ハートがなんかその先生は違うってかなんか思っているのに、こう頑張ってそこに習いに行ってるみたいな方もいらっしゃったりするんで、違うと思ったらあの離れたらいいわけですよね。それがなんか別にこうあのなんだろう、お掃除の仕方とか、こうジムの仕方、ジムを習ってるとかっていう場合はね、その方がこう人格がどうだったりとか、こう愛があってもなくても別にそこはそこでその切り離して習えばいいと思うんですけど、ただあのスピリチュアリティに関してとか愛とかそういうことについてこう学ばせてもらってる時に、そこにそれがないって感じたんだったら、それはもうあの自分にとっては違うなって思うわけだから、まあ離れたらいいと思いますね。この質問結構多いんですよね。僕の場合とかね、いろんな先生から学んでるからさ、離れもクソもなくて、やっぱりさっきのこの先生はここが学べる、あの先生はここが学べるでいいんじゃないかなって感じですね。やっぱりあと立場上ね、やっぱりそのよくあるのがね、その男性の先生だとセクハラ問題とかね出てくるんですよ。ありますね、ありますね。でね、それね、いやこの先生いいこと教えてんだけど、ちょっとセクハラする時あるとかねこれね困っちゃうんですよね。確かにね。だから、まあ嫌だと思ったらもうそこから
出ちゃえばいいと思うしね。そう、ね、なんかそこのところもその人そういう先生のところに行っちゃうっていう時に、うん、その人がなんか心理的問題を持ってることがほとんどなんですよね。ああそうそうそう、うん、確かに、まあ、確かにそうなんですね。その、うん、共依存状態になってるとは、ね、言えるんだよね。確かにそうなんですね、うん、だからその共依存になっちゃうっていうのがなければそもそもあんまりそういうこだわりもねないっていうか、なのでこの先生のところに行かないとって、特にそのスピリチュアルな分野だったり、うん、何か心のことに関わるような分野の先生の場合は、うん、そこのところで妙にこうその先生の言うことを聞かないといけない、でもなんか先生って、まあ、セクハラでもいいけどおかしいよねって思う場合は、まあ、基本普通だったらちょっと違うなと思ってさらっと離れられると思うんですけど、うん、離れられないっていう時点で何かこう自分が問題抱えてる可能性が大きいんで、まあ、まずは離れてみるか、もしくは自分がそこに取り組むかっていうふうにした方がいいと思いますね。うん、ね、うん、熊友さん、そう、本当にそう思います。尊敬できるところもあって普通のところもあって、でも感謝していこうと思います。うん、ね、うん、あ、先生もいろんなレベルの人もいらっしゃいますからね、うん、ですよね、うん、ただなんかそこのところはこう結構分かって習いに行くとそれはそれで楽ですよね、うん、この先生にはこういうこと学ぼうみたいな。ただなんかその、あり方そのものをやっぱり変えていきたいっていう時には、うん、本当にその愛っていうものをなんだろう、意識してこう意識してっていうかこう大事にしてるというか、うん、そういう先生のところで習うのがやっぱりいいとは思いますけどね。愛について習ってるわけなので、うん、はい、みきさん、すっきりって書きましたね。はい、いいですね。うん、まあ、スッキリしていただければね、ありがたいですね。そう、なんかやっぱりその質問でも、あの先生ってどうなんですかとかね、この先生ってどうなんですかって質問も結構いただくんですよね。うん、ね、それは言われてもね、そう、うん、ね、その人に会えば行けばいいんじゃないですかですけどね。うん、本当そうです、うんうん。その人じゃないと知らないことがあるかもしれないしね、わかんないけど。本当本当そうですよね。うん、でも全員に会うかっていうとそうでもないしね、うん、ある人には会うしっていう、うんうん、その先生とカルマ的なパターンがあるから行くってこともあるかもしれないしね。あります、今それはすごく大きいですよね、うん、結構、うん、まあいろいろいいんじゃないですか、でも全部、うん、嫌、うん、だと思ったら離れると、うんうんうん、いう感じよね、うんうん、なんかでもそこの嫌だと思ったら離れるが本当に結構意外とできない方も多いんですよね、うん、でそれが何だろうか、まあ、日本人の方特にそうなのかなと思うんですけど、やっぱりこうその先生に習ってるんだからちゃんと習わないととかねっていう、なんかこうしがらみみたいなものだったりとか、まあ、そこは結局その強制的な心理的なのところがあるからって、心理的な問題があるからっていうことでももちろんあるんですけど、結構相談としては多いですね、その離れていいもんかどうかみたいなね。まあ、愛を大切にしてる先生に、ね、習うっていうのは、僕はね、シャンディさんが言われてるやつにやっぱ正しいと思うんですよね。でも最初ちょっと分かんないかもしれないんですけどね、それをだんだん分かってくると思いますね。うん、本当ですね、うん、なんかそのいろんな先生にところに行くと、もちろんその技術的なところっていうのを学べるっていうのはあるんですけど、はいはいはい、愛を本当に自分がそのなんだろう、よりこう大切に思ってたりすると、うん、そういうのがない先生だったら嫌だって思っちゃうのは当然だと思うんで、それだったらやっぱりそれを感じられるところに行った方がいいですよね。うん、だから最初のうちはしょうがないと思いますよ。テクニックとかね、うん、そういうところに、だってまだ愛とか分かんないからそっち行っちゃうのしょうがないと思うんだけど、まあ、だんだんその愛とか分かってくるとそうなってくる感じが僕はするんですけどね。そうです。愛のある先生のところに収束していくと、うんうん、まあ、まるで例えばキリストみたいな人だったりとかね、ちゃんと愛が分かってる人の先生のところに収束していくんじゃないかなと思うところあるんですけどね。うんうん、そうですね、はい、あとこうなんか自分が本当に自分のことを愛せるようになって、そしてこう他の人とか世界を愛せるようになってくると、まあ、どこに行ってもね愛を感じられるから、そもそもあんまり嫌だとかも思わなくなるし、かつあんまりその愛があんまりこう表現されてないようなところ
に習いに行こうとかっていうのもそんなに思わなくなると思うので、うん、まあ、本当に小泉さんもおっしゃってるようにだんだんこう自然にねそうなってはいきますよね。まあ、あれですよね、その、まあ、波動共鳴の法則があるからね、自分の意識は愛に近づいていけば、まあ、愛の先生が増えてくるっていうパターンがあるし、あの、その自分次第ですから、自分次第で変わってきますからね、あの、自分の前に現れてくる状況がね、本当そうです、ね、そういうことですよね、うん、あとなんか真剣さっていうか、その求めてる度合いがすごく大きい場合も、あの、なんかそういう、なんていうの、求めてるものに合った先生が来たりとか、そういう人に出会えたりっていうのはあると思いますね。例えば今の段階ですごく自分のことしか考えられないけど、でも自分はすごくそうじゃない自分になりたいっていう気持ちが強い場合は、今の自分とすごくかけ離れたような、あの、波動だとしても、そういう先生にこう出会えるっていうことはあると思いますね。求めよさらば耐えられんみたいな、うんうん、本当そうですよね。なんかだから結局自分の意識レベルに合ってるものが来ちゃうか、もしくは本当に求めてるものが来ちゃうかっていうことですよね。あ、そうですか。やっぱだから求めようっていうのはすごい早いんだね、じゃあ、うんうんうん、やっぱ求めた場合はね。そうですね、それはあるな。一足的に行っちゃいますよね、バッと、うん、本当に。うん、ただやっぱりだからこそ、その何を習うにおいても自分が何を求めてるのかとか、うん、何を本当に欲しいのかっていうことを明確にしておくってすごく大事ですよね、うん、もちろんなんとなくの素晴らしさもあるんですけど、ただその、うん、悩みがこう生まれてくるっていうことはやっぱりこう自分が何を求めてるのかが分かんなくなってるからだと思うんですね、うん、自分はここであのジムだけしっかり習うなと思ってれば、そんなに別にその人が変でもどっちでもよかったりすると思うんですけど、うん、その人人間としての完璧さまで求めちゃうとしんどくなっちゃうというか、うん、なんか一つだけ習うならそれっていうのもいいと思うんですけど、ただやっぱりその愛とかそういうものもできれば学びたいと思うなら、そういう人を求めて選ぶべきだと思うので、うん、何を求めてるかはっきりしていくのが大事ですよね、うん、ミキさん、求められたら、ズバズバ欲しいものが目の前に差し出されています。自分の声、ハートに正直にということでしょうか。うん、本当にそうですね。で、あの、例えばこの間もちょっとお話ししたんですけど、求めたものがすぐにあの手に入らないとしても、その求めたものを求めることによって、その過程で得られるものが自分が本当に求めているもので、かつ最終的にその本当に求めたものが手に入るという場合もありますし、の何か本当に求めて、マインドか肌とかどっちかちょっと区別がつかないとしても、何かを求めて、そしてあのそこに向かって歩いていく過程に自分が必要なものがこうちゃんと全部手に入ったりってこともありますので、目の前にパッてあの求めたものが来るときは、あ、それがすごく時間が早く、かつ自分がハートが求めているものがすぐに来たっていうふうに思ってもらったらいいですし、それが、まあ、あの目の前に現れないとしても、なあの本当に心底というか、ハートから願ったものというのは必ずあの自分の方に引き寄せられてくるので、まあ、それをこう信じて待っていただくといいと思いますね。はい、うん、なるほどね、はい、ということで大体1時間半ぐらいですかね、こんな感じですね、はい、よいしょ、うん、どうしようかな。あの、なんか今度のそのスピリチュアルカフェ、あの、はい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 、時にね、またあのいつもデディさんと一緒にあの、ええ、してもらってるんですけど、いただく質問とかはもしあればね、のそういったものもいただきたいと思いますし、また次回の時もあの、はい、ご質問事前にいただくってできるんですか、書き込みしていただくっていうか、その放送前に、あ、放送前に書くことは可能ですよ。あ、まあ、そうなんです。何日も前に書いちゃうと流れちゃうので、まあ、うん、そのまあ半日ぐらい前から書き始めてもらえば助かりますけどね。あ、次の番組が終わった後だったら書いてもらえばその大丈夫ですけどね。なるほど、なんかこうそこのそういうご質問がもしあればね、その事前に書き込んでおいていただいてもいいかなと思いますし、何でしたっけ、書き方って誰でも書けるんですか、こう見てる人は誰でも書き込めるんですか。あ、これ見てる人誰でも書き込めますよ、ここは。あ、そうなんですね、ええ、始まる、うん、今のところあの遮断してないので。あ、そうなんですね。全員 OK です、はい、あ、まあ、たまに悪いことなぜか、なんか
キャッホーとか書いた人はもうカットしちゃうけど、あの全然関係ないこと書いてる、その目立ちたいでさんとかカットしちゃうけど、うんうん、まあ、基本的になんか他の人に迷惑かけてなければ別にカットしてないので、全員かけます。うんうん、はい、あ、そう。また今度はあの次の時はあのどういうテーマでお話しするとかっていうのを決めてやってもいいかもしれないですね。はい、あ、そうですね。はい、うん、で、その場合はなんか決めたら、あの番組表みたいなところに書いていただけるんですよね。あ、書けます書けます。ね、シャスタさんが霊能力の話を今度お願いしますって書いてますね。あ、そうでした、今日そのこと言ってたのにお話するの忘れました。ああ、そうかそうか。うん、じゃあまた次回の時にそれを取り上げてお話しさせていただきましょう。はい、あ、ミキさん、まあ、これちょっとすごくやっぱ質問あれ、まあ、よくある質問だと思うんですけど、マインドとハートは同じなのかなと感じています。マインドとハートって区別あるんでしょうかっていう質問がありますね。あの、マインドとハートっていうのはあの別々なんですけど、ただあのマインドとハートっていうのが一緒に働くとすごくいいものになりますよね。で、マインドが単体であの働いてしまうと、その本当に求めてるものじゃないものを求めてしまったりすると思うので、で別あの一緒には働いてますけど、その、 あの同調してる度合いっていうのが違うってことですね。大丈夫ですかね、全部。大丈夫ですね。うん、はい。あ、シャスさん、今111になったって書いてますね。あ、ありがとうございます。111。いや、この時間帯で9時52分で111はすごいね。うん、本当ですね、うん。ありがたいですね。ね、だって、サラリーマンの見てらんないんだ、見てらんないんですか、全員。ね、見てなくて111人いるんですか、すごいですよね。うんうん、でも本当にこう見てくださってる方々が、うん、あの普段何をしてらっしゃる方というか、どういうことされてる方なのかって、すごく興味あります。そっか。うん、そういうのってあのお聞きしたりしてもいいんですかね。どうでしょうね、まあ聞いて本人が答えればいいんじゃないですかね。皆さん何やってるんですか、うん、って言ったら、私何やってますって返ってくるんだったら全然問題ないですよね。じゃあ次回の時ちょっとそういうのもお伺いしてみたいと思います。はい、まああと、まあ、スピーチャー関係者の先生も見てると思うし。そうなんですね。まあいろんな見てると思いますけど、まあまあ、大学院って書いて、最近スピーチャーテレビ大学院ですよって書いてるから、スピーチャー関係者の先生見て全然問題ないし。あ、なるほどね。うん、逆に出演してる、うん、はい、出演してる人が見てる場合もあるかもしれないですね、その違う場面のね。うん、よく見てるんですよ、だって参考になるしね、やっぱり。ああ、そうですか。で、あと違う角度が違うじゃないですか、やっぱり一人一人の視点って。うん、そうですね。違う角度知るってのは本当に広がっていくから、その人ね。本当ですね。うん、だから学ぶ姿勢は大切だと思うんですよね。うん、本当そうですよね。うん、もうなんか私あのまだ今のところ操作に精一杯で、はい、昨日やっとあのテラさんの拝見して、あの全部が参考になりますよね、お話の仕方もそうですけど、あと単純にその、うん、あのご自宅でされてるこう雰囲気がね、あ、こういうのでもいいんだとかいろいろ、まあ何でもありありなんですよね。本当ですよね。うん、でもなんか大学院っていう風にあの、うん、なってるとしたら、ちょっと大学院的な感じのお話もさせていただきくようにします。じゃあ、まあ大学院なんだけどバラエティーもあるのでバラエティーから大学院までやってるっていう感じですかね。うんうん、そうですよね。うん、あんまり大学院でなんかこうあんまりこうよくわかんないような話をしてる教授が現れちゃってもしょうがないんでまあそうならないと思いますけどね、選んでないけど。でもテディさんってそのあの画面から伝わってくる感じは、はい、研究室の教授的ですね。ああ、ありがとうございます。うん、でもテディがいっぱいいるみたいな、後ろに。あ、そうですね。テディを研究してますみたいな。わけわかんない。あとはあれですね、あのまたサイトがねリニューアルするから皆さんに楽しみにしていただきたいと思いますし、はい、あとあのサイトリニューアルの寄付をね、あの募っていきたいですねっていうふうに小泉さんともお話ししてたので、ありがとうスピリチュアルテレビのサイトがあの皆さんにより見やすくなる、あの 見やすくこうなるようにあのサイトリニューアルをしたいというふうに小泉さんお考えみたいなので、もしあのご寄付をいただける方がいらっしゃいましたら、ぜひ ご協力をお願いいたします。はい、
はい、なんかいつも寄付ばっかりですいませんけど、まあ、あの大事ですよ、大事ですよ、ずっとお願いしますみたいな、ね、皆さん、ね、寄付ずっとお願いしますみたいな、そうですね、あの余裕のある方からお願いします、ね、うん、まあ、大体希望としてはね、まあ、最低でもその、まあ、1回のセミナーを見るぐらいのぐらいをね、やっぱり月1回ぐらい入れてもらえると嬉しいんですけどね、そうですね、うん、本当ですね、うんうん、それ以上のことは放送してると思いますね。あ、でもなんか今のすごい分かりやすいかもしれないですね。日本人って、うん、あの寄付の仕方が分からない方が多いと思うんですよ、うん、はい、でそのどういう感覚でっていうのがいまいち分からないから、そのセミナーをね、あの見てる感じで、あのセミナーを受講する感じでっていうと、なんかすごく分かりやすいですね、うん、そうそうそう、だからよく言いますもんね、取り替えを包みしたらよろしいんでしょうかって聞く人もいるからね、そのパターンだから、そのやっぱ言っといた方が分かりやすいのかなと思いますね。そうですね、うん、うんうん、まあ、寄付文化っていうのはちょっとないですかね、うん、うん、まあ、ちょっとこのお布施とか寄付のところにちょっと皆さん付き合わせちゃってるんですけどね、まあまあ、これも遊びなんですけどね、遊びがあるの半分なんですけど、まあ、まあサイトが綺麗になると、あのやっぱり皆さんも使いやすくなると思うんで、あと綺麗になるとまた見る方が増えると思うんですよ。それもありまして、ちょっとサイトをリニューアルして、あの専門家の方に頼んで、ちょっと分かりやすくして綺麗にしてっていうのを今ちょっと考えてはいるんですね。私が作っちゃってごちゃごちゃしててすいません。そんなことないですよ。まあ、そういうところもありましてですね、ちょっと綺麗にしようかなと思ってます。よろしくお願いします。そうですね。はい、ありがとうございます。サイカさんどうもありがとうございます。もちろんしますってことで。はい。あ、ですか。いや、嬉しいですね。その書いて。本当に皆さんがいろいろあってね、昨日はお米とか送られてきたんですよ。うん、そうなんですか。そうそうそう。お米10キロ。山形米。ありなんですか。ありです。そうなんだ、うん、親は喜んでましたね、うん、あ、そうなんだ、これで何週間米を買わなくて済んだとか言って、あ、そうなんですか、うん、まあ、まあいろいろ、まあだから物でもいいんですけどね、うんうんうん、まあ、よくまあたまにあるのはティディベアの人形を送られてきたりとかそういう場合はありますね。まあ、いろいろありますけど、そうなんだ、うん、はい、でもなんか気持ちって本当嬉しいですよね、うん、もう何でも嬉しいです本当に、ありがたいです、うん、全部それはね役立ってますんで、うん、本当ですよね、はい、うん、じゃあ来月また第3火曜でいいんですよね。あ、そうですね、第3火曜って予定しております。サンジさんのね、こちらですね、あ、そうそう、この前ちゃんと言ってなかったんですけど、あ、そうかそうか、今度のやつ、シャンティーカフェは15日ですっけ、あっちの方は。あ、15ですね。あの、小泉さんが大丈夫かどうかの確認でしたね。あ、そうですね。あ、大丈夫です。それね、あの、ちょっと昨日で夜遅くなっちゃったんで連絡できなかったんですけど、大丈夫でした。はい。わかりました。じゃあ、あの、今度あの、そうすると18日でいいのかな、今度は。私は18、あの、私のは18ですよね。はい、そう、カフェとこれのが近く、あ、でも15日しか空いてなかったんですよ、確か今回はね。そうなんですよ。うん。まあ、こう、なるべく今度話そうとは思ってるんですけど、皆さんすいませんね。近すぎてすぐ、シャンディさんになっちゃってもあれかなと思ったんですけどね。そうです、はい。あの、知らせで、今度の来月の15日は、またあの、テディスさんと私のスピリチュアルカフェということで、公開収録をしたいと思うんですけども、うん、テディスさん、あれ、お店の場所って今入れられます？蓮田で、なんだっけ、の、のえ、のえ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 じゃなくて、なんだっけ、のーのーですね、のーのーか。のーのーか、のーのー、うん。あ、出てくるかな、ちょっと、出てくればで、ね、探すの、のーのー。のーのー、出ますね、きっと。のーのー、カフェ。あった。あります。それかな。で、こちらのノーノーカフェというところであの公開収録をするんですけれども。違う、違う、違うとこ行っちゃった。渋谷の出会い喫茶とかなんか出ちゃった。あ、全然違いますね。出会い喫茶ではない。そういうカフェあるのね。同じ名前が、偶然。あれ、何が、どうやったら出てくるかな、あ、そっか。蓮田でやれるか、蓮田。そうですね、蓮田カフェだけでも出てきました前。へえ。あ、有名だからかな。うん、そうですね。うん。あ、これだ。お、すごい。あ、スタバ出ちゃった。それ違うな。
あった、ノウノウカフェ、これかな、あった、ありましたよ、皆さん。ここ、ありがとうございます。ここでやります。はい。蓮田はですね、大宮からですね、快速で1駅、普通だと何駅、はい、3駅ぐらいですか。ね。3駅ぐらいのところなので。池袋からだと40分ぐらいで、赤羽だと、ミキサー早い。そうですね、30分もかかんないですし、はい、あと、上野からも結構近いですね。はい。30分ですね。ちょっと、まあ、すごくおしゃれなカフェでやろうみたいな流れがありましてですね、ちょっとここを選んでるんですけど、まあ、多分、埼玉県近郊とか、まず発祥多いと思うんですけどね、うんうん、はい。ここでちょっとやろうという感じになってますね。はい。すごくおしゃれなところですね。はい、おしゃれっていうのかな、なんていうのかな。手作り感満載のおしゃれですね。そうですね。うん、今まあ流行りのこう古い建物を改装しているような感じのカフェで、うん、で会談しながらもし来ていただいた方がねいらっしゃればその方々のご質問もいただけますので、で参加費をちょっといろいろな準備がありますので1000円だけいただきたいと思ってますの で、はい、であとはそこのカフェでご自由に食べたり飲んだりしていただいて質問したり話聞いたりしていただければというふうに思います。はい、参加費が1000円ということね、はい、そうですね、はい、でどこかにご案内でそれ出せるんでしたっけ、ホームページとかって。ね、上のところに書いておくことはできますけどね。あ、じゃあそこに2月のちょっと多分第1週ぐらい、1週ちょっとぐらい、5日ぐらいからちょっと書き始めると思うんですけど、あ、10日ぐらい前かな、書き始めると思うんですけどね、はい、そんな感じで行ってこなと思うんですけど、ね、はい、ご覧ください。はい、はい、で私はまた来月の第3火曜日に出演させていただきますので、それもまたテーマが決まりましたら、はい、ホームページの方に書いていただきますのでよろしくお願いいたします。心霊特集ですか。いや、心霊特集すごい全然違う。心霊お化け特集ですかだけど、まあ、どっちかというとその説明をする形ですよね。別に怖い話するわけじゃなくてね、うん、なんかあなたの知らない世界的な感じではないですね、うん、こんな写真撮れましたとかそういう路線じゃないですよね、うん、これはなんとかの怨念がとかそういうやつじゃないですよね。そういうのじゃないですね、うん、はいはい、ということでどうもありがとうございます。今日はですね、はい、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ皆さん蓮田の方来てねっていう感じなんですけどね。遊びに来てください、ぜひ、うん、一緒にこう、うん、話カフェとか食べ物食べながらワイワイと楽しくやりましょう。はい、はい、ということでまたお待ちしております。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。音楽をちょっと流して終わりますかね。はい。はい。はい。なんか、どういう音楽がいいのかな、うん、じゃあ、ちょっと普通系で。普通系で面白いですね。音楽も選べるんだ。いつも出雲という。普通系かどうか、ね、じゃあ、ちょっと浸透系。なぜか浸透かわかんないけど。そうなんですね。うん、ちょっと さっぱりした音楽だからね、これね。うんうん、うん。はい、ちゃんと聞こえるかな。聞こえます。聞こえます。
すごい。